浜高等学校2014年の第54回卒業式を挙行いたします。多くの方々、例えば先生方や保護者の方々の
ちのエリートと言っていいです。真のエリートということになります。目標を持っているというのも様々なことです。しかしこの東北学院なればこそということであれば、あなた方は祈ること、あるいは祈らなければならない。あなた方はキリストの名によって祈ることを知っている、あるいは祈ることがないことがあるんだということを知っている。在校生総司、生徒会副会長、前の日だ。
冬至。冬の寒さも和らぎ、春の日差しが感じられるこの良き日。私たち卒業生のためにこのような盛大な式を挙行してくださり、本当にありがとうございます。お忙しい中おいでいただき、花向けの言葉を賜りましたご来賓の皆様、温かい手紙を頂戴した校長先生はじめ諸先生方、在校生の皆さん、そして今日まで私たちを育み、いつも見守ってくださった保護者の皆様に、卒業生を代表し心より御礼申し上げます。思い返せばあっという間の3年間でした。入学した頃、右も左も分からず戸惑っていた私たちが、大人への階段をまた一段登ろうとしています。数字若高校で過ごした3年という時間が、私たちをこんなにもたくましく成長させてくれました。数字若高校は明るく自由な高校で、先輩後輩の隔たりがなく、仲は良かった点が印象的でした。特に球技大会や筋祭では互いに協力して取り組むことにより、今年度も大成功を収めることができました。先生方は私たちの入学以来、進路や成績のことについて親身に対応してくださったばかりでなく、時に悩んでいる私たちに適切な示唆を与えてくださいました。部活動では時に厳しく、時に優しく、熱心に指導してくださり、感謝の意はつきません。そして何より、辻若高校で出会った仲間と築いた絆はかけがえのないものとなりました。共に涙し笑い合える友の存在は、きっとこれから私たちの支えとなってくれるに違いありません。そうした仲間と巡り合い、互いに切磋琢磨し、友情を育むことができたことは、私たちにとって何にも代え難い貴重な財産です。私たち卒業生にとって、そんな風に辻ヶ丘高校は素晴らしい環境でした。ただ在校生の皆さん、これからの辻ヶ丘は皆さんの頑張り次第で、もっと明るく楽しい学校にできるはずです。努力を惜しまず、いつも笑顔を絶やさず、素晴らしい仲間とともにこの学校で青春を謳歌していってください。辻ヶ丘高校を離れ、これから社会へと育っていく私たちにとって、未来は希望であると同時に不安でもあります。私たちはその不安に向かって前進しなければなりません。その際に、私たちがこの3年間辻ヶ丘高校で培ってきたものが支えとなり、道筋を明るく照らしてくれると信じています。いつの日か不安が希望に置き換えられるように、これからも私たちは未来に向かって一歩一歩確実に歩みを進めていきたいと思います。まもなく東日本大震災から4年の月日が経とうとしています。東北地方は現在なお完全に復興を果たしているとは言えません。この問題に立ち向かっていかなければならないのは他ならぬ私たちです。私たち一人一人が地の塩、世の光として、地域の復興に貢献できるような存在にならなければいけないと、今私たちは卒業にあたり決意を新たにしています。最後になりましたが、関係者の皆様のご健康と学校のますますのご発展をお祈りし、卒業生を代表し当時とさせていただきます。今まで本当にありがとうございました。平成27年3月2日、東北学院辻ヶ丘高等学校卒業生代表佐藤光也。校歌斉唱一番の終わるまで皆様どうぞお気づきください。Thank you.
もちまして東北学院つつじが丘高等学校第54回卒業式を終了いたします。